メルセデス・ベンツ S クラスメルセデス・ベンツ W221S350 インテリアメルセデス・ベンツ W221 はドイツの自動車メーカーであるダイムラーがメルセデス・ベンツブランドで展開している S クラスの5代目モデルである W221 はそのコードネーム2005年から2013年まで製造販売されたなおメーカー公式防弾車両の W221 ガードはリムジン版のプルマンも含め2015年まで製造された。派生モデルとしてクーペタイプの CL クラスが登場している。なおロングボディ仕様には別ッ V221 というコードネームがあるが通常はそれも含め W221 と呼ばれる。先代の W220 が丸くエレガントな外観を持っていたのに対し W221 は 力強い印象の外観を持つ。大型のフロントグリルとオーバーフェンダーが特徴的である。ホイールベースが拡大され、居住性が向上している。操作系は BMW の7シリーズの影響を大きく受けており、コンソールにはコマンドシステムと呼ばれるダイヤルが置かれ、ボタン類が少なくスッキリとした印象を与えている。ステアリングホイールを握ったままシフトレバーを用いて、 変速操作を行うことができる。シフトアップ、シフトダウンのほか駐車、交代、ニュートラル、ドライブの切り替えが可能である。そのレバーは、ステアリングコラムの右側にある。7G トラーノックとは、電子制御7速 AT で、スポーツ走行、通常走行、マニュアル走行の3パターンに切り替えが可能である。ただし、 V 型12気筒エンジン車には対応していないため、V 型12気筒エンジンの S600 ロングと S65AMG ロングは、電子制御5速 AT が設定される。AMG を含め、MT の設定はない。4マチックは、フルタイム4輪駆動車であることを表し、駆動配分は、前輪対後輪イコール45対55である。4マチックには専用設計の 4ESP が付く。 日本メーカーの後輪駆動系四輪駆動車ではディファレンシャルのため助手席の床が狭い車種が多いが W221 の4マチックは助手席の床スペースを十分確保している。しかし左ハンドル仕様しかない点が日本国内での販売の妨げとなっている。2009年メルセデスベンツの乗用車としては初のハイブリッドカーである S400 ハイブリッドが W221 に追加された。このモデルはマイルドハイブリッドであり、またリチウムイオン二次電池を搭載した世界初の量産車である。このモデルには標準仕様及びロングが用意され、右ハンドル仕様は製造されなかったものの、日本にも S クラスハイブリッドとして導入された。警視庁の警護者。 S350 フロント S350 リア S400 リットルハイブリッドフロント S400 リットルハイブリッドリア。ありがとうございます。